皆様ごきげんよう。内閣新刊紹介の時間です。司会は私、先日の部分日食を終わってから知りました山本です。今回は12月に出されました双葉社スーパームックの DVD 付き成沢博之の星空撮影塾を紹介いたします。早速この本を担当した岸にお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、作品がこれですね。じゃん。はい、それでは、聞いていきたいと思います。はい、この本をどんな経緯でどんな人に向けて出版されたのですか？はい、この本はこの成沢さんという星空撮影の写真家の先生がいらっしゃるんですけども、もともとこの方と私どもの会社でフォトコンライフっていう雑誌、写真雑誌を作ってるんですね。でそこで人気 そのコラムがありまして、星空撮影の記事が1年間、ちょっとこう記事で連載してたんだけれども、それがすごくこう好評で、じゃあこんな好評だったら一冊の本にしようかっていうふうな感じがあって、それでちょっと時間はかかったんだけれども、去年待望の一冊が出たという形になります。はい、だいぶ苦労なされたみたいですけど、特に苦労されたところはどこですか？はい、星空の写真のやっぱりこう好きな人はね、すごくいろいろこう突き詰めて撮ってる方もいらっしゃるんだけれども、やっぱ初めての人とかにも読んでもらいたいとも思ったんで、結構きちんと基本的な内容をこうまとめて、何がやっぱりこう知りたいのかっていうのもちょっといろ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 な方にお伺いして調べたりとかしながら、そういう内容をきちんとこう漏らさずに網羅していったっていう人と、あとこの本の売りでもあるんだけれども、その DVD 付きにしたんですね。こちら一緒にこうついてるんですけれども、でこちらね、でこれで結局その撮り方とかそのセッティングの仕方とかそういうことまでこう丁寧に動画でも見せたりしたんで、やっぱりこう本と動画を両方作っていくっていうのがやっぱりこうスケジュール的にも大変だったんだけれども、まあその分やっぱりいいものができたんだろうなというふうに今だと思いますね。はい、敷居の高い星空撮影をちゃんと分かりやすく解説してるんですね。はい、最後に工夫したところはどこですか？はい、ですね、まず DVD と本紙の方をきちんとこう連動させて、 DVD の方ではきちんとこう使い方とかセッティングの仕方を細かく一つ一つこう、動きで当然見せるんだけれども、それ以外のいろいろな補足情報を紙面の方で補ったりとか、でこう画面を見せて手順をこう追って解説していったりとかしながら、いかにこの2つが連動して見せられるかというのを苦労しましたし、で載せる写真なんかに関しても、ね、この本のためにこういくつかやっぱりきちんと星空を撮り下ろしたものもあったりとかして、そういうのがやはりこう苦労したところでもあり面白かったところなんですけれども、なんかこうちょうどさっき、ついさっきなんですけど、出版社の方から連絡があって、その所属がすごく好調で売れ行きがいいと、でAmazon でもすごくこう上位にランキングつけていて、なんかレビューさんも全部欲しいつつで、すごくいいこと書いていただいてて、やっぱり DVD が面白かったとか、ここまでこんなこう情報出しちゃっていいのかぐらいのこと書いてあってもらったんで、そういった意味でもすごくこう今こうノリに乗っている本になってくれたなっていう風な感じで思ってますね。はい、初心者の方でも分かりやすく解説されているのがいいですね。はい、こちらの、双葉社スーパームックより出版された DVD 付き成沢博之の星空撮影塾は、はい、全国書店 Amazon にてお買い求めになります。はい、ぜひ買って読んでください。以上で内閣新刊紹介を終わります。ありがとうございました。